ネクストチャレンジ具志堅用高ネクストチャレンジ始まりますよ。よろしくお願いします。はい、お願いします。具志堅さん、はい、いよいよこの後ですね、1時間半ぐらいあるんじゃないですか。はい、ね、その時間待ちきれないので、はい、一つ動画を撮らせていただきたいんですが、はい、計量も終わりまして、はい、どうですか2人の仕上がりは。もうね、会場控室に入って、井上チャンピオンはもうバッテージ巻いてたんですね。フルトンはまだ。フルトンはだいぶリラックスしてるですね、はい、まだウォーミングアップしてませんね、うん、はいはい。まあみんな個人個人スタイルがあるから、はい、結構バンテージの巻き方っていうところも今回焦点になってるんですか。そうなんですよ。だから向こうもよくあのチェックっていうか、あの今まで多分プロのいるんですよ、あのバンテージだけ巻く。それじゃないね、このあのジムのスタッフ使ってましたね。具志堅さんは現役時代、うん、まあルーティンが確立されてて、まあ何をする何をするって決まってたと思うんですが、うん、直前でこういった変化っていうのは。いや、来る来る。もう、俺の時は毎回なんかクレームつけとったね。うん、南米ですからね。やっぱりベネズエラ、パナマですから。もうダメダメって言うもん、途中。だけど、マイトルの、あのトレーナーはもう黙ってやってたね。そう。あれも一つの作戦なんだな。あ、はい、なるほど、うん。あえてメディアの前で言うっていう作戦。そうです。必ず、あの、一人ずつ来ますからね、見に。はい。まあ、そんな、ごたごたもあるんですけど、それで井上尚弥チャンピオン、井上尚弥さんのパンチ力が変わるってことはないですよね。パン、うん、まあ、スピードもパンチ力変わらないと思うけど、痛めるか痛めないか、あ、なるほど。それも怖いよね。もともと拳を怪我して延期してるっていうところもあって。今までの、なんていうのは巻いてる方は、すごい厚めに巻いてたんじゃないかな。うん、はい。そうそう。最後に。今回はこんなに厚めには巻けないような気がするね。はい。最後に、フルトン、まあ減量成功して、うん、まあ、仕上がりもいいということなんですが、うん、具志堅さん、この後の見どころをお願いします。うん。まあ、まあ、どれぐらい体重が上がって、体重上げて、動きだね。うん。前半にどういう動きするか。うん。スローの動きだったら、井上チャンピオンからもう勝負に出るかもしれんし、うん。倒すなら前半に倒していくかもしれん。うん。まあ、終盤まで持っていけばね、判定まで行く可能性もあるし、難しい試合になる可能性も高いね。うん。前半の戦い方。前半をフルトンがしのぐか、もしくは、フルトンが互角以上の戦いをすれば、うん、判定までもつれ込むと。そういう感じしますね。うん。ということは1ラウンド目から目が離せないですね。離せないですね、これは。うん、では、具志堅さん、試合後の解説もよろしくお願いします。はい、お願いします。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。